母子家庭で育った一致は、母親を養うために、毎日頑張って働いていた。そんな時に出会った夫は、ミュージシャンを目指すフリーターで、結婚後、二人を養うことになった。しかし、そんな母親と夫が駆け落ちするという、驚きの展開を迎えた。流されやすい夫と、周りが見えない母は、奇想天外な結末を迎えるのだった。私の母と浮気して駆け落ちした夫。数ヶ月後、セーラー服姿の母が帰宅。母と夫が駆け落ちしたから聞いてほしい。は？なんというパワーワード。え？誰と誰が？え、スペックから詳しく。登場人物のスペックは、私、36歳、会社員。夫、36歳、無職。母、64歳、無職。義父、68歳、無職。義妹、28歳、無職。待て待て。地獄のようなスペックじゃねえか。癖強すぎて草。私は物心ついた時から母子家庭で、父親の顔は見たことがなかった。両親の離婚の理由は知らないけど、母は父と結婚したことをものすごく後悔していて。あんな男、父親でも何でもないから、あんたは会わなくていい。と、幼い頃からずっと言われていた。結婚なんてしなくていい、男なんかしょうもない。女はしっかり勉強して、一人で生きていくべきだ。そう教えられて、私は育った。母は女で一つで、私を大学まで行かせてくれたが、私が成人した途端、仕事に行かなくなった。もう交代して。あんたは大人なんだから、これからはあんたが働いて、私を養って。と、言い出し、成人したとはいえ、まだ当時学生だった私は、大いに戸惑った。戸惑ったところで、母は働いてくれなかったし、ここまで育ててくれた母に、恩返ししたいのもあり。私はアルバイトを掛け持ちしながら、学費と生活費を工面して、なんとか大学を卒業。卒業後、小さいけれど、手堅い会社に就職した。仕事を始めてからは、少し生活に余裕が出始め、女二人、質素に暮らす分には十分な給料がもらえた。家のことは、すべて母がやってくれていたから、私は仕事に打ち込むことができ。30代にして、念願だった部長に昇進することができた。そんな時に出会ったのが、夫だった。彼は自称ミュージシャンで、駅前の路上で歌っていた。その日、昇進の話を受けて、お祝いしたい気分だった私は、小銭をギターケースに入れた。彼は、そんな私に微笑み、好きな歌ありますか？リクエストで歌います。と、言ってくれたのだが、今まで自分のために歌ってもらうなんて、そんな特別な体験をしたことがなかったから、その下手な歌声は、本家のミリオンセラーの歌手の歌よりも、私の心に響いたのだった。思わず涙をこぼした私に彼は、こんな風に泣いてくれたのは、君が初めてだ。と、言って、一緒に泣き出した。昼間は、近所の飲食店で働いていると聞き、私は仕事の合間に、彼のいる店に通い詰め、会社の帰りに数曲聴いて帰るという、気づいたら、彼の追っかけファンになっていた。半年ぐらい経って、彼に交際を申し込まれ、その数ヶ月後にはプロポーズ。定職についていない人との結婚には、正直不安はあったけれど、好きだったから、大丈夫だと自分に言い聞かせて、結婚することにした。しかし結婚して半月ほどで、夫は仕事を休むようになった。音楽活動に専念したいとかなんとか言っていたが、私の給料があれば生活していけると、勝手に判断したからだろう。母も夫も養っていくのは、正直大変だった。なんで私だけ働かなきゃいけないのって思ったり、いつまでこんな生活が続くんだろうって悩みもした。しかし、夫の家族に会ってみて、いつまでって、これは一生かもしれないと悟った。夫は父子家庭で、結婚するまで、義父と義妹と夫の3人暮らしだった。義父は自宅兼店舗でタバコ屋を営んでいたが、今は自動販売機のみで、年金暮らしだ。大した儲けはないけど、飯は食えるし、ラジオ聞いてられるし、それ以上は望まない。と、いい、義妹はコスプレイヤーで、写真を売って稼ぎ、衣装代稼げれば十分。足りない時は、バイトする。と、言う。つまり、必要最低限の生活さえできればいいし、好きなことに集中したい一家なのだ。どうやら DNA に刻まれているらしい、この思考は、今更変えようと思ったところで無理だ。それで諦めがつき、夫が好きな音楽に打ち込め、芽が出るなら、それがベストだと無理やり納得した。私の収入だけで、大人3人暮らしは、質素だけど穏やかで悪くなかった。そんな生活は2年ほど続いた。ある日、母が温泉旅行に行ってみたいと言い出し、近郊の温泉地に2泊3日で3人で行くことにした。贅沢は敵の我が家では、初めての旅行だった。
私は疲れが溜まっていて、温泉を楽しみにしていた。しかし、直前になって急に仕事が入ってしまい。ごめん、楽しみにしてたんだけど、仕事が入っていけなくなっちゃった。と、二人に言うと。そうなの？でも仕事ならしょうがないわよね。私と婿くんで楽しんでくるから、大丈夫よ。と、母はいい、夫も。一緒に行けないのは残念だね、お土産買ってくるよ。と、言ったのだ。え？行くの？二人で？と、私が行けないなら、当然二人も行かず、キャンセルすると思っていたから、驚きの声を上げた。すると二人は、キャンセルするのはもったいない、二人で楽しんでくるから大丈夫と言った。え、どうなのそれ。気まずくないの？俺だったら絶対嫌だな、お姑さんと温泉。同居してるぐらいだし、仲良かったらありか？いや、なしだな。シュートと二人で旅行とか無理だしな。それってどうなのと思いながらも、結局何も言えず。温泉旅行当日、二人は出かけていった。三日後に母と夫は帰ってきて、観光した場所や、美味しかったご飯の写真を見せてくれながら、たくさんの楽しそうなお土産話をしてくれた。ちょっと心配してたんだけど、楽しんできたみたいでよかった。と、率直な感想を言うと、母は笑って。何を心配することあるの？婿くん、優しくしてくれたし、行ってよかったわ。と、嬉しそうに言った。まあ、ちょっとない取り合わせだとは思ったが、こうやって母がはしゃいで報告してくれるのを見て、二人が仲良くしてくれてよかったと、この時は思った。その頃からなぜか母は、出かけない日でも化粧をしたり、ネイルをしたり、美容室にも頻繁に行くようになった。母は昔から友達が多くて、仕事を辞めてからは、ハイキングだ、絵画教室だと出かけていたから、もしかして、いい人と出会ったのかな、と思っていた。浮き足立ってる感じが、まるで恋をしているみたいで、もしそうなら、応援しようと思った。10年以上、母のそんな様子を見ていなかったから、私は嬉しくなって夫に。ねえ、最近お母さん、ウキウキしてるよね。恋してるんじゃないかな？と、言うと、夫は盛大にむせてから、ごまかすようにギターを片手に。いくつになっても、恋は。と、即興で歌を歌った。私は何もわかってなくて、その歌いいねと、言ったりしていた。そして、その日は来た。今思い出しても吐き気がする。その日、私は会社で体調が悪くなり、熱が出てきたから、昼過ぎに帰宅することにした。玄関で、ただいまと声をかけたが、返事はなく、二人とも出かけてるのかと、ぼんやりする頭で考えていた。そのまま寝室に向かおうとすると、慌てて出てきた母にぶつかった。あれ？お母さん。と、私の口から怪しむようなトーンの声が漏れると、母は慌てて。いやだ、早かったじゃない、どうしたの？お母さんは、部屋の掃除をしていただけよ。と、聞いてもいない理由を、勝手に喋り出した。熱っぽくて、仕事にならないから帰ってきた。ちょっと横になりたいから、そこどいてくれる？と、母に言って、部屋の中に入ろうとしたのだが、母に阻まれた。具合悪いなら、私の部屋を使いなさい。一人で寝た方が、回復すると思うし、ね。と、強引に腕を引かれて、母の部屋に連れて行かれた。この時は、本当に具合が悪く、抵抗する元気もなくて、言われるがまま、母の布団に入ったのだが、少し眠って、熱が下がってくると、いろいろおかしいことに気づいた。普段の母は、絶対に私たちの寝室に入らない。夫婦のプライベートな空間だし、母なりに気を使っていたのだと思う。そこから慌てて出てきて、私に寝室に入るなと言った。母はそこで何をしていたのか。夫はどこにいたんだろうか。しかも、母は私のガウンを着ていた。なぜ？なぜ私のガウンを着ないといけないの？考えたくないけど、夫は多分、寝室にいた。ガウンの下の母の服装は、想像もしたくない。でも、母は64歳だし、まさかそんなこと。でも、実際に恋している風だったし。でも、まさか。ぐるぐると考えたくないのに、一番考えたくないことばかりが思考をめぐった。水でも飲もうと、起きて台所に行くと、母が何食わぬ顔で夕飯を作っていて、夫はリビングでテレビを見ていた。もう大丈夫？うん、熱は。ただ夢見が悪くて。と、母と静かに会話を交わし、水を飲むと、私は再び母の部屋の布団に横たわった。私の予想は、きっと当たっているだろう。しかし白黒はっきりさせるには、証拠が必要だった。更新所に頼むか、監視カメラを設置するか。でも、証拠が見つかったところでどうするのか、どうしたらいいのか、皆目見当がつかず。次の行動には移せないまま、一週間ほど経ってしまった。
一週間後、証拠を集める間もなく、証拠が向こうからやってきた。母から、大事な話があるの。聞いてもらえるかしら。と、改まって言われた。私は分かったと言って、食卓の母の向かいの席に座ったのだが、夫はなぜか、私の隣ではなく、母の隣、私の斜め正面に座った。あのね、もう隠してるのは嫌だから言うわ。お母さんと婿くんね、付き合ってるの。私たち、ソウルレベルで愛し合ってるの。と、母が爆弾発言をした。え？私は意味がわからず、聞き返した。関係を疑っていたとはいえ、実際に母から、付き合ってるとか愛し合ってるなんて言われ。しかも、ソウルレベルってなんだって感じだし、頭の中が真っ白になった。ごめんね、びっくりしたわよね。でも、私たち、本気の恋をしているの。私たち、もう自分の心に嘘はつけないのよ。これが最後の恋だし、駆け落ちしようと思うの。と、母は自分に酔いしれたように、うっとりと言い切った。きっと母にとっては、久しぶりの恋愛なんだと思う。なんか自分の世界に入ってしまっていて、聞いてるこっちの気持ちは、置いてきぼりだ。ちょっと鳥肌が立ったんだけど、少女漫画の読みすぎじゃない？お母さん。お母さん、本当に64歳？これは恋に恋する子供のセリフだろ？ソウルレベル。サップ。いっち、やべえ母持ったな。本気の恋だとか、最後の恋だとか、やたらと恋恋と連呼していて、私はめまいに襲われた。夫くんは？どう思ってるの？と、夫に聞くと、夫も母の乙女ワールドに毒されて。お母さんを、大切にして生きていきたい。彼女は俺のミューズなんだ。恋の歌が頭に無数に浮かぶんだ。と、言い出した。お母さん、64歳だよ。わかってるの？と、言うと。俺、本当は年上がタイプなんだよね。私も年下がタイプよ。と、二人で嬉しそうに言い出す始末だ。年上とか年下とか、そんなことじゃなく、恋に夢を抱く中高校生じゃないんだから、何を浮ついたことを言ってるのって話なんだけど、完全に酔いしれてる二人には、何を言っても伝わらなかった。いっちごめん、別れてくれ。ミューズと新しい人生を始めたい。と、夫が言い、私は呆れ果てて。わかりました。どうぞご自由に。と、返事した。そして、少し頭冷やしてくると、コンビニに出かけた。欲しいものがあったのではなく、あの場に居続けたら、頭がおかしくなりそうだったからだ。二人の言い分は、まるで、恋愛ごっこのようだった。お互いの将来を考えてとかではなく、学生の恋愛のノリ。お揃いのストラップつけて、制服のネクタイ交換して喜んでるみたいなやつ。家に戻ったら、もう一度ちゃんと話し合おう。無職同士の母と夫に、未来なんてない。ましてや母はもう64だ。私と縁を切って駆け落ちして、どんな老後を迎えるつもりなんだろう。30分ほど時間を潰し、家に戻って、冷静に話をしようと思った。夫とは離婚し、家を出て行ってもらい、母ともう一度二人でやり直すのが、三人にとって、一番いい気がしていた。母の老後の責任は、やはり一人娘の私にあるし、辛い思いをさせたくなかった。夫の気の迷いに、付き合わせている場合じゃない。冷静に話をすれば、母もわかってくれるはず。そう考えながら自宅に戻ると、二人はもういなくて、記入済みの離婚届が置いてあった。嘘でしょ。私は、離婚届を眺めながら、呆然とつぶやいた。今すぐにでも二人の世界になりたかったのか。一人の気の迷いではなく、二人の気の迷いなら、私に言うことはない。すべてがどうでもよくなった。二人とも無職なのに、どうやって生活していくつもりだろうと思いついた途端。私は急いで、通帳の入っている引き出しを確認した。やはり通帳も、印鑑もなくなっていた。とはいえ、大半はネットバンキングにしていて、通帳があったのは、家計費を入れていた口座のみ。残金は100万足らずだったはずだし、きっと1年も持たない資金だ。そこをついたら、帰ってくるかもしれないと思うと、背筋がゾワッとした。浮気していただけでなく、通帳持ち逃げして、駆け落ちされたことに、私は一番腹が立っていた。もうギタ一問だって、あの二人にはあげたくない。たかられないためにも、ここは引き払うべきだ。すぐにでも引っ越そうと思っていたのに、仕事が立て込んで後回しにしてしまった。そうして、のんびりしている間に、X デイはやってきたのだった。母と夫が出て行ってから、10ヶ月ほど経った頃だ。その日は会社が休みの日で、昼過ぎに起きて、のんびりとコーヒーを飲んでいた時だった。玄関の鍵をガチャガチャと回す音に続き、ピンポーン、ピンポーン、ピンポーン、と、けたたましくチャイムが響いた。
恐る恐るドアスコープを覗くと、玄関の前には、老婆が立っていた。しかも、セーラー服姿だ。その光景は恐怖でしかなく、私はドアからすぐさま遠ざかった。どんどんどん、と、激しくドアを叩く音がして。イッチー、お母さんよ。あんたの母が帰ってきてあげたわよ。と、老婆が叫んだ。え、と息を呑み、もう一度ドアスコープを覗くと。そこにいたのは、痩せ細って、シワシワになり、1歳どころか10歳は老けたように見える。セーラー服を着た、母だった。セーラー服姿の老婆。それはすぐに警察呼ぶ案件。怖い怖い。ホラー色が強くなってまいりました。私はチェーンをかけたまま、恐る恐る扉を開けた。鍵だけは交換しておいた自分を褒めてあげたい。イッチ、お母さんよ、わかる？あなたを産んであげたお母さん。と、恩着せがましく言ってきたので。わかりません、さようなら。と、ドアを閉めようとした。しかし、母は片足をドアの隙間に突っ込んで。聞いて、まず聞いて。あの時はごめんなさい、お母さんどうかしてた。あなたの夫を横取りして悪かったと思ってる。でも、やっぱり、最後には血縁が物を言うのよ。私たち、ずっと支え合って生きてきたじゃない。離婚してから、私があなたを一人で育てたのよ。ね。たった一人の家族でしょ？と、情に訴えるようなことを、わーわーと叫んでいた。しかし、私は10ヶ月前に離婚届を提出したとき、夫とも母とも縁を切ると自分に誓ったのだ。惑わされるようなことはなかった。あの、私の母は亡くなったんで、大丈夫です。もう来ないでください。次来たら警察呼びますよ。と、言って、母の足をドアの隙間から蹴飛ばすと、思い切り扉を閉めた。扉の向こう側からは、母の泣き声が聞こえていたが、私には関係のないことだ。しかし、ここで私のダメなところがムクムクと、姿を現してしまった。一体なぜ、母がセーラー服の老婆になったのか、知りたくなってしまったのだ。スコープを覗くと、母がノロノロと立ち上がり、立ち去るところだった。私は息を潜めて、母が階段を降りていくのを待ち、そっと玄関から出て、母を尾行することにした。尾行がバレないかとヒヤヒヤしたが、母はその風貌で目立っていたから。母を遠巻きに面白がって眺めている群衆に、容易に紛れることができた。母は電車を乗り継いで、隣の市にある駅で降りた。商店街を抜け、数メートル進むと、角にシャッターの降りたタバコ屋が見えた。あれ、ここ。何年か前に一度だけ来た場所だった。夫の実家だ。まさか二人でここに住んでいたとは。つまり、夫の実家も、母と夫の味方だったのだ。私は二度も傷つけられた気持ちになり、もう引き返そうとした時、後ろにいた女性に、ドンとぶつかってしまった。あら、お姉さん。と、女性は、私の顔を見ていった。短いスカートを履いて、ピンク色の髪をした、夫の妹だった。私は、すぐに下を向き、人違いだとつぶやいて、急いで立ち去ろうとしたのだが、義妹に阻まれ、夫の実家に行く羽目になってしまった。義妹は家に入ると、ただいま、お客さん連れてきたよ。と、中に向かって叫び、閉まっている店の方から義父が、廊下側から、老婆、元い母が顔を出した。夫の姿は見えなかった。一致。と、母は嬉しそうに声を上げて駆け寄ってきたが、私はすぐさま顔を背けた。なんでこんなところまで、後をつけてきてしまったのだろう。ああ、また私の衣装着てる。やめてよねー。そんな格好したって、お兄ちゃん帰ってこないよ。と、義妹が叫んだ。え？彼、ここにはいないの？と、思わず聞くと。え？お姉さんも、お兄ちゃんを探しに来たの？と、義妹は言った。義妹によると、母がここに来たのは、つい先週のことだという。夫を探しに、住所を頼りにやってきたそうだ。うちを出て、二人で安アパートを借りたが、私から持ち去った貯金では、やはり半年も持たず。働かない母と、働かない夫は、喧嘩が絶えなくなったそうだ。そんなある日、夫が路上で歌っていると、同じく路上で占いをしていた女性が声をかけてきたらしい。あんた、女難の層が出てるね。このままじゃ売れないよ。年上女はダメだ。うんと若い子に恋をして、歌を作りなさい。と、言われたというのだ。夫はすぐさま帰宅し、母にそれを伝えると、そのままギター片手に家を飛び出していったそうだ。母は途方に暮れ、方々を探し回ったが見つからず、義実家にやってきたと言った。家賃が払えず、追い出されたというので、夫の責任もあるし、家に居候させることにしたそうだ。しかし、ここで母は暴走。義妹のコスプレ衣装を着て、これで若い女に見えるはず。と、毎日夫を探しに行っているそうだ。
キマイは、一連の説明をしてくれた後、そんなわけで、お母さん連れて帰ってもらえます?と、言い出した。私は、首を横に振ると、もう母でも何でもないんで、すいません。夫とも離婚してるし、私には関係ないことです。と、言って、義実家を出ようとした。しかし、また行く手を遮ったのは、母だった。あんたのせいで、私、彼と結婚できないのよ。ここまで育ててやった恩を忘れて、邪魔ばっかり。責任取りなさいよ。慰謝料払え。と、母はわけのわからないことを叫んだ。慰謝料をもらうべきなのは、むしろ私の方では?と、混乱して聞くと、母は短いスカートを少し引っ張りながら。あのね、日本の法律では、たとえ離婚していても、娘の元夫とは結婚できないの。だから、あんたのせいで、私たち入籍できなかったのよ。と、母は目を潤ませて言った。私の答えは、本当に率直な感想で、知らねえわ、だった。確かに、知らねえわ。そうそう、倫理的にまずいってことで、離婚してても元婿とは結婚できないんだよ。まあ、倫理的にまずいわな。間違いなく。そばで聞いていた義妹も、そりゃ知らねえわ。と、笑っていて、母を置いて行っていいよと言ってくれた。母は、まだそれでも産んでやった恩とか、育ててやった恩とか、いろいろ言っていたが、そろそろ年金もらえる年なんじゃない?自活しなさいよ。と、言うと、はっとして、役所に行ってくる。と、私を突き飛ばし、セーラー服のまま飛び出していった。役所の人も、セーラー服を着た老婆に、年金の支給を迫られて、さぞかし驚いたことだろう。その後、私は自宅を売り、職場の近くにマンションを買った。あの日以降、母が自宅を訪ねてくることはなかったが、今後来たとしても、もう私を見つけられない。そう思うと、やっとホッとできた。たとえ生みの親でも、育ての親でも、許せない一線というものがあると思う。冷たい娘だと世間に言われても、私はこれで、自分の心を守ることができたと思ってる。養う人がいなくなると、真面目に働けば、お金はすぐに貯まった。これからは、自分のためだけに、お金を使おうと思う。母に夫を取られたのは、かなりショックだったけど、こうやって自由気ままに暮らせるのは、ある意味、二人が駆け落ちしてくれたおかげだと思う。夫はその後どうしたかというと、占い師に言われた通り、新しいミューズの若い女性を探し歩き、ストーカーを繰り返した挙句、盗撮と痴漢行為で逮捕されたそうだ。義妹は、あのおばさんにしとけばよかったのにね。かなり変わってるけど、お兄ちゃんのことを、多分地球上で一番好きでいてくれる人だよ。と、言っていた。まあ、私にはもう関係のないことで、離婚しておいてよかったというのが本音だ。一気落ち。独身貴族楽しんで。不良債権二人いなくなってラッキーだと思う。一番優しいのは義妹だったな。一気を責めるつもりはないけどね。こんなこと、本当にあるんだな、壮絶だった。セーラー服老婆は笑わせてもらったけど。一気に帰省しながらも裏切って、二人で駆け落ちした一気の母と夫。その末路は決して幸せなものではなかった。しかしそれも、自業自得というもの。流されやすい夫と暴走する母に苦労させられた分、一致には、これからの人生を謳歌してほしい。もしあなたが一致のような目にあったら、どうしますか?コメント欄にて教えてくださいね。ちなみに、民法735条により、直系婚族との間の婚姻は禁止されています。直系婚族とは、配偶者の両親や祖父母、または子供、孫の配偶者を指し、今回のケースでは、一致の母親と元夫がこれに当たります。だから入籍できなかったのは一致のせいだと、お母さんは言っていたのですね。今回も最後までご視聴、ありがとうございました。